さんは案外欲張りなんだね。あんたを満足させられるのは俺だけじゃない？では、法律知識の普及に際して、昨今我々が挙げてきた実績をご紹介したいと思います。まず、もう着いたよ。今遊園地の入り口。にしてもすごい人だね。それじゃ待ってるから。いいよ。なんなら迎えに行こうか。心配しないで、もう完治したから。でも確かに今日は暑いね。たくさん水を飲んでるはずなのに一向に喉が潤わないよ。悪いけどお姉さん、俺の体を冷やしてくれない？
寝てる間に勝手に触るなんて悪いお姉さんだね。寝かけてたけど、誰かさんがじっと見てるみたいだったし、おまけにちょっかいまでかけてきたからね。そりゃ目も覚めるよ。行かないで。俺の具合を確かめたいなら指だけじゃ足りないでしょ。だからもうちょっとこっちにおいで。どう？俺の熱はちゃんと感じられた？まだ下がってないか。ならもうちょっとだけ抱きしめさせて。あんたの体がひんやりしてるから熱を下げるのにちょうどいいか。抱き枕？いい例えだね。そこに泉慶専用って書かれてたらなお最高だね。はーい、ちゃんとここにいますよ。お呼びですか？このくらい大したことないって。1日2日もすれば治ってるよ。ごめん、おふざけはこれで終わりにしよっか。これ以上この距離でいたら風邪がうつっちゃうからね。実はさ、小さい頃これより重い病気にかかったことがあるんだ。ああ、心配しなくていいよ。もう十何年も前のことだから。ぶっちゃけ俺も大して覚えてないしね。それにほら、今はちゃんとこうしてあんたの前にいるでしょ。どうして病気になったのか気になるって顔してるね。覚えてるかもしれないけど、俺は過去、母さんが亡くなったことを自分のせいだと思っていたんだ。
あの頃の俺は罪悪感のせいか、なんとなく人との交流を拒むようになっててさ。父さんも兄さんもすごく心配してくれて、有名な心理カウンセラーを呼んで俺のわだかまりを解こうともしてくれたんだ。でもそれが心の病である以上、いかに優れた医者であろうと短時間で治すことはできなかった。仕方なく父さんたちは俺をパックスの配下にある浜辺の療養所に預け、大自然が俺の心を癒してくれることを願った。心配してくれた？だってもうそのことで悩むこともなくなったからね。悩むことがなくなった以上、あんなかっこ悪い過去なんてわざわざ話す必要ないでしょ。特に好きな人の前でさ。あんた、わかったよ。なら当時の俺がどうやってその罪悪感から抜け出したのか知りたい？簡単に言うと、これのおかげなんだ。実はこのネックレスは母さんが残してくれたものなんだ。療養所にいた頃は毎日がつまらなくてね、唯一面白いと思えたのは近所にある遊園地くらいだったんだ。それで暇ができるたびにそこの観覧車を窓越しに見つめるようになってさ、ぐるぐると回り続けるそれはまるで永遠に止まることがないようだった。ある日、同じように窓の外を眺めていた俺はふとこのネックレスが観覧車に重なって見えたんだ。それで俺はなんとなく思ったんだよね。母さんがこれを残してくれたのはあの観覧車と同じようなことを伝えたかったからなのかなって。いつまでも回り続けるそれと同じように命も絶えることなく回り続けてるんだってさ。母さんはもういないけど、俺の命はあの人から受け継いだもの。だからきっと
俺が元気に生き続けることを望んでる。そう考えるようになってから俺はだんだんと元気を取り戻していったんだ。観覧車に乗る？なるほど、よくわかったよ。つまりは俺と遊園地デートがしたいってことだよね。いいよ、皆まで言わなくても。それじゃあ善は急げってことで、来週末にでも行こっか。安心して、あんたとのデートのためならこんな風邪すぐに治しとくからさ。私もアイスが欲しいんだけど、ここにある石で足りるかな？もちろん足りてるよ。それじゃあどの味が食べたいのか、お兄ちゃんに教えてくれる？ああ、こっちこっち。アイスクリームはいかが？いろんなフレーバーを取り揃えてますよ。こう見えてもアイス界の大物だからね。それなりのコネがあるんだよ。あんたも時間かかりそうだったし、今日はこんな天気でしょ。いくら水を飲んでも熱いままだったから、仕方なくアイスに走ったってわけ。それよりお姉さんも早く選びなよ。全部？お姉
さんは案外欲張りなんだね。あんたを満足させられるのは俺だけじゃない？一口味見してみたら？どう？おいしい？じっと見つめてどうしたの？ん？あ、このホムエプロンのこと？それはもちろん目くらましのためだよ。一応俺も有名人だからね。万が一ここにいることがバレたら。せっかくのデートなのに、めんどくさい人たちが邪魔しに来るかもしれないでしょ？よし、それじゃあそろそろ観覧車に乗りに行こうか。うん、それじゃあこうしよう。遊園地にはまだ子供たちがたくさんいます。加えてさっきあんたも見た通り、彼らはみんなアイスが大好きです。よってこれらのアイスを全部配ってしまおうっていうのはどう？ホムがもたらしてくれた奇跡ってことにしてさ。危ない。やっぱり手をつないでおこうか。減ったといっても人は多いし、はぐれでもしたら大変だからね。
が行く場所ならどこでも貸し切りに決まってるでしょ。あんたがデートに誘ってくれたその日のうちにこの観覧車を貸し切るよう藤崎に連絡しておいたんだ。そしたら気が済むまで乗ってられるからね。どう？俺って優しいでしょ？控えめのよりこと？でも俺はこういうやり方が好きだからね。そうかもね。やっぱり地上から見上げるのとは違うね。実は俺、観覧車に乗るのはこれが初めてなんだ。意外だったでしょう。泉家のお坊ちゃんなのに観覧車に乗ったこともないなんて。それじゃ、観覧車の乗り心地をしっかり体験させてもらおうかな。うん、まあ、俺の想像してた通りかな。登ったり降りたりを繰り返し、何度もてっぺんを通り過ぎる。確かに、終わりのない旅みたいだ。なるほどね。よくわかったよ。そう？前にも言ったけど、あれはただの推測というか、子供が自分を納得させるために考えた作り話みたいなもんだから、合ってるかなんてわからないよ。それに俺があんな風に考えたのは泉家の家紋に影響を受けてたからだと思う。そう、あの家紋にはあんたが知ってる意味の他にもっと直接的な
ウロボロスっていう意味も含まれてるんだ。実を言うと、泉家の家紋はそのウロボロスから由来してるんだよね。ウロボロスは終わることのない永遠に続く命の象徴。泉家で生まれ育った俺はその文化に触れていたから、観覧車を見た時もすぐに結びつけて考えたんだと思う。言われてみれば、Z の両端を線でつなげば、確かにウロボロスに見えなくもないね。ということは、このネックレスはもしかして。待って待って、俺が悪かったから。でも別に嘘はついてないよ。実際ネックレスに込められてた意味については俺の推測だったしね。それに長い間俺はその推測に自信が持てずにいたから。というより、あんたがさっき断言してくれるまで俺はこの Z がウロボロスに由来していることを信じられずにいたんだ。なんていうか、こういう場合は当事者の方があんたの言う勘を見落としちゃうのかもね。昔俺は Z という文字の本来の意味にこだわりすぎてて、一目でわかるような痕跡を見落としていたんだ。
このネックレスに関してもそう。確かにこれは母さんが残してくれたもので、今は画家である Z の象徴だけど、もともとこれは俺が生まれるまでずっと母さんが使ってた名前だったんだ。とは違って油絵じゃなくて音楽とか他のアートに没頭してたらしい。このネックレスはその当時から母さんがつけていたもので、俺が生まれた後に譲ってくれたんだってさ。だから俺がアート界に匿名でデビューした時、なんとなく彼女が使っていた名前を使ったんだ。時が経った今、俺はもう Z を自分の一部として見れるようになったし、母さんが亡くなったことへの罪悪感からも立ち直ることができた。けど、やっぱり時々思っちゃうんだよね。あの人の命はあまりにも短く、まるでこの花火みたいに最も華やかだった時期に散ってしまった。そんなのあまりに無念だったろうなって。もしかしたら俺を産んだことについても、たとえ一瞬だったとしても後悔してたんじゃないかな。それって…あんたの言う通り、俺は確定している事実に視線を戻すべきだと思う。
俺がどんなに推測しようと過去は変えられないし、完璧な答えも出てこないからね。ただ、目の前のことについてなら、一つだけ確かなことが言えると思う。当ててみて。ヒントは、毎日でもあんたに送ってあげたい言葉だよ。愛してる。待ってよ、もう少しくらい一緒にいたくない？だったらもうちょっとこのままでいようよ。今気づいたんだけど、観覧車のゴンドラっていいところだね。ほら、高いところにあって、しかも密室だし、あんたに何をしようと誰にも邪魔されないでしょ。そういえば、俺が風邪で寝込んでた時、誰かさんに意地悪されたんだよね。そろそろ復習しとこっかな。それは相手が特別だからだよ。逃げられると思わないでね。こっからは俺の好きにさせてもらうから。遅かったね。何してたの？なんでもない？ああ、だったら後ろにある容器は何？隠しても無駄だよ。もう見えたし、スケールにボールに温度計。こんな夜中に一体どんな実験をしてたの？手作りチョコってまさか俺へのプレゼント？その表情を見るに当たりだね。え、どんな表情？ちょっとだけ驚いて照れてるみたいに口を尖らせて、こうムーって感じだったと思うよ。
ごめん、もうからかわないよ。お姉さん、そのチョコ見せてくれない？ダメ。成功したら見せるって？はあ、仕方ないね。わかった。楽しみに待ってるよ。ん？どうして車買って？やっと気づいてくれた？窓開けて、下見て。見えた？そう、それ。明かりがついてる車だよ。なんで帰ってないか？あんたを送り届けたら、なんか名残惜しくて。明日は会社で年寄りの相手をしなくちゃだから、あんたとの今日をまだ終わらせたくなくて。降りなくていいよ。明るいあんたの部屋を。ここから見てるだけで、十分だよ。ん？恥ずかしい？それじゃ、もうちょっとだけ、あんたの声を聞かせて。